準備を行った場合、北海道検査道連札幌ここで本日のレプリー、マッチコミッショナー、並びに両チームの選手を紹介します。レプリー、川端修、アシスタントレプリー、高木拓海、坂本慎、放送者、榎本和義、ビデオアシスタントレフリー、西村雄一、アシスタントビデオアシスタントレフリー、日比野誠、マッチコミッショナー、福島隆史です。北海道コンサドーレ札幌のサポーターの皆様、本日は山田さんからご覧いただきまして、ありがとうございます。続いて北海道コンサドーレ札幌のメンバーも紹介します。ゴールキーパー背番号1、杉野貴則、はい、ディフェンダー背番号2、高尾優、はい、ディフェンダー背番号5、岡村大八、はい、ディフェンダー背番号3、パク・ミンキュア、ミッドフィルダー背番号33、近藤智樹、はい、ミッドフィルダー背番号25、大崎レオ、はい、ミッドフィルダー背番号4、菅大輝、ミッドフィルダー背番号14、駒井義明、ミッドフィルダー背番号11、青木亮太、フォワード背番号7、鈴木武蔵、フォワード背番号19、スパチョーキ、続いてリザーブ背番号17、児玉淳、背番号6、中村斗也、背番号88、馬場誠也、背番号10、岩沢宏樹、背番号70、フランシス・カン、背番号20、アマドゥ・アカウト、背番号71、白井春人、監督はペトロビッチです。背番号1、川島！